マイナス10キロ、綺麗に痩せる佐藤澄香です。あなたはお正月ちょっと食べ過ぎてしまって増えた体重まだそのままリセットできてない、やばいなんてことないですか？そこで今回の動画ではダイエット効果の高いリンゴ酢を使って増えてしまった体重を即リセットできる美味しいレシピがわかるんです。もしあなたがこのリンゴ酢のダイエット効果で美味しく食べながら元の体重までリセットしたいなとお考えでしたら、ぜひ最後までご覧くださいね。今回のテーマはこちらです。体重をリセット、リンゴ酢のダイエットレシピお伝えします。話の流れはこちらです。1つ目、なぜこのレシピで痩せることができるのでしょうか、その理由と、2つ目、簡単痩せるリンゴ酢レシピお話ししていきます。では1つ目の項目です。なぜそもそもこのリンゴ酢レシピで痩せることができるんでしょうか。痩せるポイント3つあります。1つ目はあなたの腸内環境が整ってくれるからなんですね。いかがですか？年末年始でちょっと食べ過ぎたなとか、普段食べないようなものを残ってしまうからもったいないと言ってガバガバッとね全部食べきりましたみたいな達成感ないですか？まあ、そんな時はですね、やっぱり内臓も疲れてるんですね。イコールあなたもちょっとお疲れ気味なのではと思います。でその原因はやっぱり腸が疲れてしまってるからなんですね。あまりにもごちそう続きですと腸だってもう疲れてます。この辺りでですね、やっぱりお休みしてあげることが必要になってくるんですよね。その時にこのレシピを作っていただきますと、あなたの腸内環境が整います。どういう状態になっているかというと、痩せ菌と呼ばれる善玉菌たちの種類が増えて元気になって、そのままあなたの腸内でいつまでもここ気持ちがいいなって住み着いてくれる状態をいかに早くですね作ることができるかできないかで、増えてしまった体重をリセットできるかできないかが変わってくるんですね。こことっても大事なポイントになってきます。では2つ目です。血糖値の急上昇を抑えてくれる効果があります。これもとっても大事なんですよね。どうしても食べれば誰だって血糖値上がりますが、急激に上がるものを食べてしまうとその間一気に脂肪を溜め込んでしまうわけですよね。ところがこのレシピ活用していただきますと、急上昇する血糖値をぐーっとね抑えてくれる、イコール脂肪を溜め込みにくくしてくれるレシピなんですね。では3つ目、あなたの食欲を抑えてくれます。いかがですか？もう暴飲暴食した後ってもう味覚もおかしくなってますし、そもそもこうどれぐらい食べたら満腹かってもうね分からなくなってると思うんですね。もうそれはあなたがお悪いっていうよりは、もう食べてしまった結果味覚が異常になってしまったり、満腹中枢がもう全然ねしっかりと機能せずに、もう食べても食べてもやめられない、止まらないってなってないですか？そこをしっかり抑えていく必要があるんですね。大丈夫です。後からお伝えするこのレシピ召し上がっていただきますと、その食材が持つ効果で暴走する食欲がこうだんだんね自然と抑えていくことができます。ですから完全に食べ物をカットするというよりは、このように上手に腸を整えるメニュー、腸活メニューを美味しく適量食べながらしっかりリセットいくしていくっていうね、これがとっても大事になってきます。ではここから2つ目の項目です。増えてしまった体重をいかに早くリセットすることができるかどうかが大事ですね。そのためのレシピをお伝えします。でそれぞれが持つ材料の痩せる効果についてお伝えした後に、材料作り方注意点をお話ししていきます。まずはダイエット効果の高いこのリンゴ酢ですね。もう脂肪がどんどん燃えます、ね、あなたの基礎代謝もアップしますし、また脂肪がつきにくくなる、そして太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれます。そしてたくさんお酢ってありますよね。例えば黒酢だったり米酢だったり、いろいろ効果はそれぞれあるんですが、やはりダイエット目的であれば一押しはこのリンゴ酢になります。なぜかというと、一番リンゴ酢が酢酸が働きが強いんですね。じゃあ何がいいかっていうと、あなたの腸の動き、蠕動運動がとても活発になります。そうするとやっぱり代謝が上がって痩せ体質になりますから、ダイエット目的でしたらリンゴ酢使っていきましょうね。そして満腹感も得やすいのはこのリンゴ酢、あなたの食欲を抑えてくれる効果もある、そしてむくみ改善効果もあるんですね。体重が減ったのにむくんだままだともう全然すっきりしなくって、痩せたって
言われにくいと思いませんか？そんなね、もったいないこと、残念なことにならないためにも、このむくみ改善効果も利用していきましょう。では次の材料はこちら、野菜2種類です。1つ目、大根です。大根ってすごいんですよ。あなたの便秘の改善にも効果大ですし、代謝も上がって太るもと血糖値の急上昇も抑えてくれます。そしてここでもむくみ改善効果が期待できるんですね。リンゴ酢をセットで摂るのがおすすめ。そして大根はやっぱりね、消化酵素すごく強いんですね。どうですか、暴飲暴食食べ過ぎてしまったら負担かけたくないですよね。その時にこの大根が持つ酵素でどんどんそこをね、分解してもらうと早くリセットすることができるんです。そして今回キュウリも使います。食べ過ぎてる時ってですね、やっぱり血液ドロドロになっていませんかっていうことですよね。脂っこいものとか甘いものとか、そうすると代謝が落ちてしまいますし、何より不健康になります。キュウリを使うことで血液がさらさらに早く戻してあげる必要があるんですよね。そうすると体の隅々までさらさらな綺麗な血液が巡ってくれたら、老廃物も出ますし、何よりも血行が良くなって代謝が上がって、いち早く痩せる体勢と戻ることができるんですね。であとは体の中にこもった熱のね、出す効果もありますから、これは特に、まあ、夏のお野菜ですからこういった効果があるんですけれども、きゅうりは食べ過ぎには冬場は気をつけていきましょうね。ではここから具体的な材料、作り方、食べ方、注意点についてお話ししていきます。まず今回お伝えしたかったレシピは、腸活の大根酢の物ということで、こちら材料2人分です。大根1/4本、きゅうり1本、リンゴ酢大さじ1、塩小さじ1/2、蜂蜜大さじ1、準備してください。で、痩せるポイントはもうですね、無添加の材料です。例えばお野菜だったら有機栽培で無農薬のものをなるべく選んでいただきたいですし、それがなかなかね難しいっていう方は、だいたい50度ぐらいのお湯で洗うと農薬取れやすいと言われていますから、ちょっとささっとね50度洗いしてみてください。そしてリンゴ酢や塩、蜂蜜はもうここも無添加でお願いします。特にリンゴ酢、ストレートタイプそのまま飲めますみたいな甘い味とかね、人工甘味料、香料、保存料とかね、そういった余計なものが添加されていない、原材料がたった一つだけ、リンゴ果汁 100% のみ、 JAS ジャスマークがついたものがおすすめです。で、蜂蜜もしっかりですね、変な添加物が入っていませんように。そしてお塩も精製した後のミネラル、ビタミンが全然ないような安いお塩ではなくって、そういったビタミンやミネラル、栄養がちゃんと残っているもの、まあ、岩塩とかね、まあ、天然のお塩です。そういったものを使っていきましょうね。ではここから作り方に入ります。1つ目、大根ときゅうりは千切りにしてください。そしてこのお塩1/2を加えて軽く揉んで置いておきましょう。でその間2つ目、ボウルにリンゴ酢と蜂蜜を混ぜておきます。よくね溶けるように混ぜてください。蜂蜜が溶けにくい場合は軽くレンチンして温めると丸です。そして最後、このね大根ときゅうり、お塩をかけたら水分出ますね。それを軽く絞っていただいて、そのまま水気を切ったらこのボウルに入れて材料をすべて混ぜ合わせたら完成です。ではここから最後に痩せる食べ方注意点についてお話しします。もうこのレシピ本当おすすめなんですね。特に食べ過ぎてしまったあとリセットするときには本当に大活躍してくるレシピです。ただしどんなものもそうですが、食べ過ぎてしまっては NG なので、この材料2人分ですから量は守っていきましょうね。そしてですね、もう一つはやっぱり材料選びですね。先ほどもお伝えしましたけれども、良質のものがとっても大事ということになります。さあいかがだったでしょうか。今回は食べ過ぎてしまった後ですね、一日も早く美味しく食べながらリセットする方法をお伝えしました。その方法とは、美味しい腸活レシピということで、リンゴ酢を使った美味しいレシピでしたね。あなたのペースで美味しく食べながら続けてみてください。この動画のお話は以上になります。役に立ったなと思っていただけましたら、いいねボタンやチャンネル登録いただけますととっても嬉しいです。またコメントもお待ちしております。ありがとうございます。それでは次回の動画でお会いしましょう。